どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、どうしたんだ霊夢？元気ないぞ。またパチンコで負けちゃったの。またかよ。今回はいくら突っ込んだんだ？今月の給料全部よ。マジか、次の給料日までどうやって生活するんだよ。もう魔理沙に頼るしかないわよね。やめてくれ、先月もそうだったじゃないか。パチンコをやめると何度決断しても、ついつい行っちゃうのよ。霊夢ってギャンブル依存症なんじゃないか？それは困ったわね。なんか他人事だな。そういえばパチンコで思い出したけど、1996年に両親と一緒にパチンコ店に行った4歳の女の子が、行方不明になった事件を知ってるか？事件から四半世紀も経っているのに、女の子は未だに見つかっていないんだぜ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ、横山ゆかりちゃん誘拐事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、事件の経緯について説明するぜ。行方不明となったのは、当時4歳だった横山ゆかりちゃんだ。1996年7月7日に両親と一緒に群馬県太田市のパチンコ店に行き、そこで男に声をかけられた後、そのまま行方不明になったんだ。七夕の日にいなくなってしまったのね。その日、ゆかりちゃんは家族でデパートに行く予定だったが、父親が、七夕感謝デー、というチラシを見つけ、パチンコ店に行くことになったそうだ。そしてゆかりちゃんと両親、生後8ヶ月の妹の4人で10時30分頃に出かけていったぜ。子連れでパチンコなんて、最近は見ない光景だけど。そして父親と母親は別の通路にある台で、それぞれパチンコを打ち始めた。その間、ゆかりちゃんは何をしていたの？通路を走り回ったり景品を見たりして、一人で遊んでいたそうだ。生後8ヶ月の妹は？パチンコをしていた母親がおんぶした状態だった。昼過ぎになり、母親はゆかりちゃんを店内の長椅子に座らせて、ジュースとおにぎりを昼食として与えたそうだ。しかし、ゆかりちゃんはお弁当はいらないと食べることなく、母親はパチンコを再開した。ほどなくして、ゆかりちゃんが再びお腹が空いたと母親に告げに来たため、母親はパチンコ店の入り口にあった長椅子のところに再び連れて行き、お弁当を与え、様子を見ながら遊戯を再開した。なんだか母親はパチンコしてばっかりね。お弁当を食べていたゆかりちゃんは、母親の元に駆け寄ってきて、のおじちゃんがいる、と伝えに来た。え？何のおじちゃんって？おじちゃんの前に何か言っていたようだが、店内の音にかき消され、母親はよく聞き取れなかったそうだ。ゆかりちゃんが何を伝えようとしていたのか気になるわね。母親は、ついて行ってはいけない、と忠告した後、そのまま遊戯を再開した。10分後、母親がゆかりちゃんの方を見ると、ゆかりちゃんが長椅子からいなくなっていたんだ。どこへ行ったのかしら？長椅子には、ゆかりちゃんが食べていた、おにぎりとジュースだけが残されていたらしい。両親はパチンコ店の店内や駐車場、近隣を探したがゆかりちゃんを見つけられず、14時10分に父親が近くの交番に駆け込んで、ゆかりちゃんが行方不明になったことを届け出ている。その後どうなったの？事件と事故の両面で、警察は機動隊員70名を動員して広範囲を捜索した。ゆかりちゃんの特徴は？ゆかりちゃんはおでこの広い可愛らしい女の子で、耳も大きかったそうだ。それから、普段は見えないもののお腹の左側にあざがあったらしい。なるほど。捜査範囲は広範囲に及び、パチンコ店の店内にいた客全員への詳細な聞き込みのほか、付近の住宅や店舗、河川敷など懸命な捜査が行われたそうだ。しかし懸命な捜査も虚しく、店内にいた客から有力な情報は得られなかった。みんなパチンコに夢中で、ゆかりちゃんのことは気にも留めていなかったのかしら。そうかもな。その後、捜査員を152人動員して、誘拐失踪事件として捜査を開始し、自宅には身代金要求の連絡に備えて、捜査員を配置、テープレコーダーや逆探知機を準備した。しかし、犯人からの連絡はなかったそうだ。ということは、身代金目的の誘拐ではなかったのね。犯人に繋がる情報がないと、解決の糸口が全く見えてこないわね。それが、防犯カメラの映像から犯人と思われる男が判明したんだ。防犯カメラにゆかりちゃんを連れ去る様子が映っていたの？いや、その現場は映っていなかったんだけど、防犯カメラの映像ではサングラスの男が、ゆかりちゃんの隣に座り、親しげに話しかけていたんだ。もう少し男の行動について具体的に知りたいわ。ゆかりちゃんは一人で店内をあちこち行ったり来たりしながら、景品交換所の前で遊んでいた。そして13時27分に、この男がパチンコ店に入店してきたんだ。男の特徴は？身長158センチほどで年齢は30から50代、ニッカズボンにサンダルっぽいものを履き、サングラスとキャップ帽を身につけていた。上着は黒いジャンパーで、ガニ股で歩いていたそうだ。
年齢が幅広いから、これだけの情報で特定するのは厳しそうね。男はパチンコ店に来たはずなのに、パチンコ台の方にはほとんど目を向けず、店内を物色するような感じでうろうろと歩いていた。すでに怪しいわ。そして男の前をゆかりちゃんが通ると、男はゆかりちゃんと接触する機会を伺う素振りを見せていたそうだ。ということは、最初からパチンコが目的で入店したわけじゃなかったのかしら。ゆかりちゃんが店内の長椅子に座ると、男はすかさずお弁当を食べていたゆかりちゃんの隣にぴったりと座り、横でしばらくタバコを吸っていた。知らないおじさんが横に座ってきたら警戒しそうだけど、4歳の子供だと特に気にもしなかったのかもね。13時35分に男はゆかりちゃんに話しかけている。そして、ゆかりちゃんの耳元で、何かを囁きながら店の外を3回指さしているんだ。ゆかりちゃんに外に出るように指し示していたのかしら？13時42分には、男が一人でパチンコ店を出ている。ということは、男がゆかりちゃんの隣に座って話していたのは、7分間の出来事だったのね。ああ、防犯カメラの映像では、ゆかりちゃんが男にもたれかかるようにするなど、たった7分で男にすっかり気を許している様子が伺えたそうだ。両親がパチンコに夢中で、一人で寂しかったのかしら。そうかもな。この時ゆかりちゃんは母親の元に駆け寄っていき、のおじちゃんが、と話しかけていたんだ。じゃあ、何かその男に関する情報を口にしていた可能性があるのね。そして13時45分にゆかりちゃんもパチンコ店を出ている。男を追いかけたわけね。ということは、男はゆかりちゃんを連れ去ったわけではないのよね。ああ、男が一人で先に店を出た3分後に、ゆかりちゃんが自分から店を出ているんだ。もたれかかるような仕草や、男についていったところを見ると、ゆかりちゃんは人懐っこい性格だったのかしら？母親の証言によると、とても明るい活発な女の子だったらしいが、一方で人見知りな一面もあったらしい。人見知りな子が知らない人についていくなんて、よっぽど巧みな話術に騙されたのかもね。耳元で男は何を囁いたのかな？少ししてからおじちゃんのところにおいで、とか。お菓子を買ってくるから、おじちゃんが店の入り口に戻ってきたら出ておいで、といった可能性があると考えられているぜ。なるほど。4歳の子供ならお菓子に釣られて、ついて行ってしまう可能性はありそうね。男はパチンコ店に来たのにパチンコを打つことなく、たった15分程度で店を後にしていることから、警察はこの男がゆかりちゃん行方不明事件の犯人とみて、間違いないと判断したそうだ。それで男は特定できたの？実はこの事件の犯人は、足利連続幼女誘拐殺人事件と、同一犯かもしれないと考えられているんだ。え？どういうこと？ゆかりちゃんは1996年に群馬県太田市で行方不明になっているが、実は1979年から1990年の11年の間に、半径 10km 圏内で4人の女の子が誘拐殺害されているんだ。じゃあゆかりちゃんで5人目ということ？ああ。1979年8月3日に栃木県足利市で5歳の女の子が行方不明となり、遺体が発見されている。そして1984年11月17日には、栃木県足利市で5歳の女の子が行方不明となり、白骨化した遺体が発見された。そして1987年9月15日、群馬県太田市で8歳の女の子が行方不明となり、白骨化した遺体を発見。1990年5月12日、栃木県足利市で、4歳の女の子が行方不明となり、遺体が発見されている。そしてこれに次ぐ形で、1996年7月7日に、群馬県太田市で、4歳の横山ゆかりちゃんが行方不明になったというわけね。ああ、この5つの行方不明事件には共通していることがある。何何？まず栃木県と群馬県の県境の半径 10km 圏内で発生していること。それから4から8歳の女の子が、被害者であるということだ。幼い女の子を狙った事件なのね。さらに5件中3件が河川敷で遺体が発見されているとか、5件中3件がパチンコ店で行方不明になっている、5件中4件が土日祝日に発生している、すべての現場で子供が泣いたりしている、目撃証言はないというのも共通点なんだ。これだけの共通点があると、この5件は連続事件と見るのが妥当なわけね。でも連続というには、矛盾する点があった。矛盾？4件目に起こった1990年5月12日の足利での事件の犯人が、1991年に逮捕されていたんだ。逮捕されたのは、当時栃木県足利市で、幼稚園バスの運転手をしていた男性 S さんだ。S さんは1991年12月2日に、4件目の女の子の下着に付着していた体液の DNA 型と、S さんの DNA 型とが一致したという理由で逮捕された。DNA が一致しているなら、言い逃れはできないわね。
嫌疑不十分で不起訴になったものの、4件目以外の3件の事件についても、S さんの犯行と見ていたそうだ。状況だけ見るとゆかりちゃんの事件も似ているけど、S さんは1991年に逮捕されており、1996年は裁判中だった。ゆかりちゃんが行方不明になった1996年に身柄を拘留されていた S さんは、どうやってもゆかりちゃんを誘拐することはできないんだ。ということは、ゆかりちゃんの行方不明事件だけが、犯人が違うから連続事件ではないわよね。それが、ゆかりちゃんの事件は、これまでの事件と連続性を感じられるのに、S さんがすでに逮捕されているのは、おかしいと考えた記者がいた。この記者は桶川ストーカー殺人事件の真相に、警察よりも先にたどり着いた敏腕記者と言われている。すごいわね。S さんは獄中で冤罪を訴え続けていたこともあり、記者は S さんの冤罪を証明する手助けを始めたそうだ。そして逮捕の決め手となった DNA 鑑定の信頼性に疑問が残ると考え、DNA の再鑑定に持ち込んだ。なんで？ DNA ってその人が犯人であるって、確証が持てる証拠になるんじゃないの？当時は DNA 鑑定が警察で導入されたばかりで、その精度は現在に比べてかなり低く、DNA 鑑定を担当する技官の技術もまだ未熟だったらしい。でも、当時 DNA 鑑定の全国配備を目指していた警視庁は、DNA 鑑定の結果を重要視したそうだ。警察にそんな思惑があったのね。支援者の地道な活動なども実を結び、2008年12月、東京最高裁は、再び DNA 鑑定を行うことを決定した。逮捕から18年近くも、経ってからようやく動き出したのね。そして2009年4月、鑑定人は、不一致の部分が多く同一人物のものではない、との結果を発表し、S さんが犯人とされた根拠が崩れたことで、冤罪だったことが確定的となった。本当に冤罪だったなんて、ひどすぎるわね。そして、2010年3月26日に最新の判決公判にて、S さんの無罪判決が確定したんだ。S さんの冤罪が晴れたのは喜ばしいことだけど、そうなると5件の連続幼女誘拐事件は、同一犯の可能性が再浮上したということになるわよね。今犯人の男について言われているのは、ルパン2の男だということだ。ルパン？あのアニメの？ああ、4件目の事件で雰囲気が、ルパンに似ている人物が犯人として浮上したそうだ。そして、記者がルパン2の男を目撃した人に、ゆかりちゃんの事件の防犯カメラの映像を見てもらったところ、あのルパンに似ている、と証言したらしい。つまり、4件目の事件とゆかりちゃん行方不明事件の犯人は、同一人物の可能性が高いということね。そうなってくると5件の事件はやはり連続的なもので、防犯カメラに映ったこのルパン2の男が、犯人だったという可能性が出てくるわけだ。そのルパン2の男は特定できていないの？実はあの記者が氏名や住所を特定するところまでたどり着いたらしい。4件目の事件当時29歳で住所不定、無職のパチプロだったそうだ。パチプロ？パチンコ店で事件が起きている理由がなんとなくわかるわね。そして記者はルパン2の男へ直撃取材を敢行し、その様子を著書の中で語っているんだ。すごい行動力ね。ルパン2の男は同じ質問をされるにつれ回答がぶれていき、ついに4件目の事件当日、足利にいたことを認めたそうだ。しかもその場所は女の子が、行方不明となったパチンコ店だったらしい。それって自分が犯人であることを認めているようなものよね。さらに当初はあまりよく覚えていないと言っていたにもかかわらず、被害者の女の子と会話していたことまで認めたんだって。ゆかりちゃんについては何か語っていたの？記者が、太田市内でも女の子が行方不明になっていますが、そのパチンコ店には行ったことは？と尋ねると、ああ、知ってます。あの店には行ったことがありません。出ないんですよ、と答えたそうだ。待ってよ。行ったことがないはずのパチンコ店の出玉についてなんで知ってるの？しかも男は、あの日は自分は、あの店に行ってません、と事件当日の行動を自ら語ったそうだ。記者は、ゆかりちゃんの事件発生日も店名も伝えていないのに、スラスラと過去の行動を語ったことに違和感を覚えたそうだ。そして驚くべきは、このルパン2の男と、4件目の事件の DNA 型が完全に一致したということだ。今回も実は鑑定を間違えてましたってことはないの？今回は最新式の鑑定法で特定され、1兆分の1という確率で一致したそうだ。ドンピシャだったのね。これだけ決定的な証拠があれば、警察も真犯人逮捕に向けて動かないわけにはいかないわね。それが、なぜかそうした動きは出ていないんだ。ルパン2の男を警察が逮捕しないのは、何か理由があるの？これは警察のプライドの問題だと言われている。どういうこと？すでに冤罪を生んでしまっている事件だし、4件目の事件の時にきちんと捜査していれば、
ゆかりちゃんが行方不明にならなかった可能性があるだろ。このルパン2の男を逮捕することで、警察の失態を認めてしまうことになるのね。だから逮捕に踏み切ることができないままとなってしまったそうだ。警察は市民の味方のはずなのにひどいわね。ところで、ゆかりちゃんだけ遺体は見つかっていないのよね。何が誘拐の目的だったのかしら？それは今もわかっていない。それにしても幼い子供を連れ去るなんてひどすぎるわ。許せない。霊夢の意見はもちろんだ。でも実はこの事件は、行方不明になった時の状況が報道されるたびに、両親が炎上しているんだ。炎上の理由は、4歳の子供をパチンコ店に連れて行って放置したからね。ああ、幼い子供を連れてパチンコに行き、両親ともにパチンコに熱中して、3時間以上も4歳の子供を放置していたという点がかなり批判を浴びたんだ。しかも母親に、おじちゃんがいる、と言っていたのに、その話をきちんと聞いていなかったことや、ゆかりちゃんがいなくなったことに、すぐに気づかなかったことも批判の的となったんだぜ。確かに両親の行動は、褒められたものではないわね。両親は、どうしてあの時目を離してしまったのか。ずっと後悔しています。パチンコなんかに子供を連れて行くのが悪い、自業自得だと何度も言われてきました。それは私たちが一番わかっていますし、ゆかりに本当に申し訳ないと思っています。と語っているぜ。現在パチンコ店は、風営法によって18歳未満の遊戯はもちろん、店内へ立ち入りすることが禁止されていて、近年は駐車場への入場も禁止されるようになった。父親が遊戯をしていて母親が子供と車内で待っている、という状況でも NG だ。退店を命じられるのはもちろん、防犯カメラでナンバーが控えられ、再度子連れで来た場合は、周辺の店舗含めて出入り禁止となることも珍しくないそうだ。最近は厳しくなっているのね。両親が犯した過ちは、自分たちが一番わかっているだろうし、そもそも一番悪いのは犯人なんだから一方的に責めるのは良くないわよ。両親はゆかりちゃんが行方不明になった後も、毎年ゆかりちゃんの誕生日を家族みんなで祝っているそうだ。ゆかりちゃんへの罪滅ぼしなのかもね。ゆかりちゃんは当時4歳だったから、今生きていれば30歳だ。事件から26年が経過した現在も、両親は諦めることなく、ゆかりちゃんを探し続けている。群馬県警のホームページでは引き続き情報を呼びかけるとともに、懸賞金上限額600万円が設けられているぜ。ゆかりちゃんが無事でいてくれることを祈るわ。この事件は、警察の体質に疑念を抱かざるを得ないものだったわ。人間は誰しもミスを犯すことがあるけど、その時すぐに間違いを認めることは大切だよな。それになぜミスをしたのかを検証し、再発防止につなげることもね。目星がついているのに未だに犯人が、捕まっていないなんて信じがたいわ。今も平然と日常に溶け込んで、凶悪犯がのうのうと過ごしていると思うと、とっても怖いわね。本当だよな。さて、というわけで今回は、横山ゆかりちゃん誘拐事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。